はい、どうも矢沢です。今回はモロンロンさんとのコラボ企画です。実際までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。今回はモロンロンさんをお迎えして、いろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、お願いします。まあ、うちのチャンネルね、まあ、若くて綺麗な女の子が好きな人たちしか見てるね、まあ、絶対ご存知かとは思うんですけれども、まあ、とはいえね、ぼんやりしかわからないっていう方もいらっしゃると思うんで、もうちょっとね、掘り下げて、なんなら丸裸にしてしまうスケベオヤジ満載でやっていきたいと思うんですけれども、はい。で、まあ、私はモロンロンさんを知ったのは、はい、ソニーのイベントでしたよね。で、はい、で、高澤圭介君からご紹介いただいて、はい、まあ、見てるみたいな感じでしたけれども、思ったより小柄でした。あ、確かにそう、よく言われます。意外と背が低いで顔の大きさが違って小柄、はい、それがきっかけで、まあ、ソニーのイベントでね、立て続けでしょっちゅう、そうですね、3回くらいお会いしてお会いしましたね。で、それで、まあ、きっかけとして、まあ、ちょっと一回コラボしませんかというお話になりまして、今回に至っているわけですけど、まあ、モロンさんの、チャンネルでも私出ておりますので、はい、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。で、今回は、まずですね、モロンさんの人となりですね、はい、私、やっぱりカメラより人に興味があるんです。実際そうなんですね。なぜ今に立っているのかというところをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、分かりました。まあ、どこまで掘り下げるかというところもきりがないんですが、まあ、カメラを始めたきっかけぐらいからいきますか。承知です、はい。写真ですね。写真を始めたきっかけが、うん、実は私が、高校卒業して、うん、大学入学前くらいの時に、うん、当時出会った友達が趣味で一眼レフをやっていたんですね。で、その子の写真がなんかインスタグラムっていうやつで見れるらしいよっていうのを共通の友達から聞いて、当時インスタグラムってまだフェイスブックに買収される前でやってる人って全然いなかったんですよ。なんか本当に写真好きな人のなんかネットコミュニティみたいな感じで、ほんのひっそりと写真趣味な人たちが集まる場としてインスタがあったんですけど、それを始めた時に、まあ、彼女の写真であったり、その他なんか多分超望遠ズームレンズとかで野鳥とかお花を撮ってる方々の写真を見たり、当時フィルムガチ女子、フィルムカメラ女子カメラみたいなそうみたいな巨匠の方々がいっぱいいて、なんでこれこんな風に綺麗に撮れるんだろうっていう好奇心から一番最初に、ペンタックスの Q10 っていうね、めちゃくちゃちっちゃいカメラを買ったのがきっかけです。なのでインスタが最初にあって、見ていて撮りたいなって思ってカメラを始めました。なるほどなるほど、はい、私がレースクイーンの取材のためにカメラを買ったに近い感じです。あ、そうですね、そうですね、本当に目的ありきってことですよね。そうなんです。なんかこうカメラがっていうよりも、なんかこう撮りたいなとか、あと、まあ、その後こう写真を始めてからカメラ友達が結構増えてきて、大学生の頃にこう週末こう、じゃあ今ひまわりが綺麗だからどこどこ行こうとか、今紅葉が綺麗だからここ行こうみたいな感じで、なんかこうどこかに行くの付随物として写真があるみたいな感じでね、結構趣味でインスタグラムを更新していったら、こうインスタグラムにどんどんこうユーザーさんも増えていって、なんかありがたいことにちょっとインスタの方でフォロワーがこう増えていって、で大学3年生とかの時に結構雑誌とかからも旅のお仕事をいただけるようになってっていう感じですね、一番最初は。それがお仕事になっていったわけですか。そうです、そうです。ただその時に大学、私一応理工学部の情報系のプログラミングを学ぶ学科に通っておりまして、全然写真専攻とかではなかったんですね。なのでなんかこうウェブデザイナーとか、なんかプログラマーになるんだろうなって思って大学生活過ごしていたんですけど、どちらかというと写真をやっていて、なんかこう広告とかに興味を持ちまして、なんかそういう方向性で就職活動したいなって、こういろいろ紆余曲折まあありまして、その時にもフリーランスになるか就職するのかもすごい悩んだんですけど、当時大学3年生で就活会場に行くと
みんななんか広告業界の就活してる方ってなんかすごい難しいマーケティング用語を使うんですよ。何それみたいな、なんか青学で広告研究会で所属してましたみたいな方々すっごいいっぱいいて、挨拶とかアイドマとか何ですかそれみたいな。でなんかその時に私、あ、写真しか私って取り得ないんだみたいな、逆にそれがすごいコンプレックスで、もっとなんかマーケティングとか、 なんかそういうものを売る人に届けるお仕事をしたいなっていうのでこう就活していったんですけど、まあ、結論から言うと最終的に写真の会社に1社目入社しました。ただ写真の会社って言ってもこう制作会社じゃなくてストックフォトですね、まあ、名前を言ってしまうと、スナップマートっていう会社なんですけど、当時ピクスタ、日本のストックフォトで一番大きなピクスタの 100% 子会社だったスナップマートの立ち上げから入らせていただいて、代表と COO しかいないところに新卒のペーペーが社員で入るみたいなところでやらせていただき、だから写真 の、 クリエーターさんを育成したり、うちにはこういう写真クリエーターがいます、じゃあメーカーさんこういうじゃあ新しい商品を宣伝するために撮影依頼しませんか PR しませんかって営業を行っていました。でやりつつも個人もロンロンとして、まあ、ちょっと旅系のねこうお仕事とかいただいたりをこう並行してやっていって、その時になんか 3,4 年働いて、なんだろうな、個人のお仕事で化粧品の取材があったんですよ。それはもうその化粧品の元となるお花とか農家の人にも取材するみたいなお仕事だったんですけど、なんか有形商材、こう具体的に物がある商材をこう売ることの売ったりこう実際に使ってもらえる喜びってすごいなって思って、なんか有形商材を何かこう携われるお仕事したいなって思って転職したのがチーズケーキの会社で、2社目転職させていただいて、そこではマーケティングとか広報をやらせていただいてました。なので会社実は私はなんかこうずっと何か師匠について写真をやってたっていうよりは結構マーケティングとか営業畑出身でやりつつ個人でフォトグラファーをやっていて、3年前に YouTube を始めて、その後会社を退職させていただき、今フリーランスのフォトグラファーっていう感じですね。ちょっと話長くなっちゃった、はい、そういう流れだったわけですね。そうなんです。なんかちょっと変な経歴かもしれないです。いやなんか今時かな確かに感じはしましたけどね。まあ、カメラの遍歴はまた次の動画をお聞きするので、はい、まあ、今ここでは人となりっていうところですけれども、まあ、でも YouTube を始めたきっかけみたいな動機づけみたいなのある？あります、うん、当時その会社員、チーズケーキの会社で働かせていただいた時に、まあ、正社員だったので週5普通に日ゴリゴリ働きます、うん、でもありがたいことに個人の写真のお仕事が来ます、うん、じゃあ平日の昼休みとか夜に打ち合わせして週末撮影に行って帰ってきて平日の朝昼夜に写真現像をして、うん、わなんかもうなんかずっと働いてるな私って思ってた時にコロナ禍が参りまして、でその時に、あっ、YouTube やろうって思ったんですよ。あ、そのタイミングだったんですか？そうなんです。まあ、もうちょっと気持ち的な理由で言うと2つあって、うん、1つは、その YouTube を始める前の1年間で私13回セミナーをやっていたんですね、はい、いろんなところに行っていろんな違う方に13回ほとんど同じような内容をチューニングしながら喋る、それもいいんですけど、なんかやっぱりこう毎回私同じこと違う人に向けて喋ってるなみたいな、なんかそれもったいないなみたいな、ね、ちょっとストックしていきたいなっていうのと、2つ目が当時お仕事で沖縄の発信をするっていう撮影のお仕事があったんです。その時私がスチールとして行きまして、その時もう一人今ではフィットネス系 YouTuber の野賀チャンネル、野賀ちゃんも当時一緒にこう沖縄の PR で行った時に、じゃあ私の撮った写真と野賀ちゃんが撮った沖縄の動画どっちを見た人が沖縄に行きたくなるのって客観的に見た時に、私だったら野賀ちゃんの YouTube 見た人の方がより行きたいって思っちゃうなって思っちゃったんですね。だからといって写真が動画に劣ってるとかっていうわけじゃなくって、沖縄のその時の魅力、体験的な内容だと動画の方がやっぱ魅力訴求できるなっていう点で YouTube を始めました。でも結構最初ね、
まあ、ペンネームというか、はい、本名じゃないですけど本名じゃないです、うん、でも顔を晒すって結構勇気いるじゃないですか。あんま抵抗なかったですか。そうですね、うん、なんか割とそういう営業とかやってたり、うん、セミナーで結構人前でずっと話してはきたので、うん、そこまで喋ることに対する抵抗はなかったですね、うんうん、その辺やっぱりよどみなく喋ってるからさすがだなと聞いてるんですけどよどみなくいや最初やっぱり、はい、ほとんどの YouTuber の人もそうだと思うんですけど、はい、自分が喋ってる動画編集するの辛くないですか。あ、それは辛いですこれめっちゃもう言い直すしそうそうそう、あ、なんか私喋ってる時こんな顔してるんだみたいな、 そこは辛いです。喋、ね、ること自体はいけるんですけど、ちょっとね YouTube として上げるのはやっぱちょっと少し気恥ずかしかったですね。なんかありますよね。そういうあります。なんか私モロンノンとしてフォトグラファー活動してるんですけど、ほぼ変わらないんですけど、なんかモロンノン TV と YouTube の名前は一応していて、だからなんかあくまであれはモロンノン TV っていうキャラクターなんだよみたいな、なんか別になんか偽ってるわけじゃないんですけど、そうなんかちょっと本名じゃないからこそなんかこうやりきれると言いますか、別キャラクターそう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 、普段もこんな感じではあるんですけど、そういう感じだったんですね。そうなんです。ご了解もすればよかったそういうのがありますけど、ね、なんかありますよね、うん、でも YouTube やり始めてすごいメリットデメリットあるとは思うんですけど、でもメリットの方が圧倒的に多いでしょう。そうですね、うん、やっぱ今ま YouTube やる前は私、うん、カメラレンズかレンズずっとオールドレンズ使ってたんですよ、うん、そもそも機材全く分かんなくって、うん、まあ、安いし、うん、いい描写ができるからオールドレンズをずっとつけてたんですけど、うん、まあ、YouTube を始めたことによってそれこそソニーさんとかタムロンさんとかからこうレンズをね、こうよかったら使ってみてくださいっていうので、うん、でもそこの知識がみんなに紹介する前にしっかりと自分の中でインストールして言語化してっていう工程をたくさん踏む機会が増えたから、うん、すごいやっぱそこの、うん、知識が深まって、まあ、レンズ沼ではありますけれどもそこはやっぱやってよかったなって思います。ミラトリがミラになっちゃう感じです。本当に全然なんかもう始めた当初はもう新しいカメラとかレンズのレビューなんてするかって思ってたんですね、うん、もうね今はもう楽しくてしょうがないですね。楽しいです、ね、楽しいです楽しいです。私未だに辛いですけど、ね、本当ですか。まあ、辛いんですけどなんか自分のものに自分の武器にできた瞬間楽しくないですか、うん、あ、それはありますよね。そうなんです。自分もあれでしたよ、まあ、自分の話して申し訳ないですけど、はい、ぜひ。カメラとかってぶっちゃけそんな興味ないんですよ。あ、うん、なんかやっぱりその成果物で何ができるかっていうところの方に興味があるから、メカ自体っていうものにあんま興味がないんですよね。めちゃくちゃわかります。まあ、とはいえやっぱりお借りしてたりとか、まあ、説明する場面も当然あるので、はい、やっぱりアウトプットするには自分がしっかり理解していないと言えないじゃないですか。そうですね、やっぱぼんやり理解していること実はすごくたくさんあって、あ、うん、実際プロの人たちもそうだと思うんですよ。同業者でも確かに、え、それ知らないのって口には出さないですよ。出さないけどっていう人たちが結構いて、でやっぱりあの第一線で活躍している人になればなるほど特化していくんですよね。あ、で俺もほんのんさん見てて意外に思ったのが、はい、テレコン知らなかったんだよテレコンとかこういうのあるんだみたいな、そうそう、何ですかそれ。だからもうなんかレビューするときめちゃくちゃ聞きますもん、私そもそもこれ知らないんですけどみたいな、で知らなかったのっていうのが意外だったんですよ。それやっぱり必要ない人には必要ないものって山ほどあるわけですよ、ね、そうですね。ジャンルによって、ね、望遠レンズなんて使ったことないよって使ったことなかったですね、言うでしょ。そしたらテレコン知らないのは当たり前だったりするんだけど、なかなか YouTube でこのぐらいの年齢になってくるとそこを容赦されないんですよね。お、まあ、諸野さんぐらいの年齢で、まあ、女性男性っていうのは今時あれですけれども、それだと多めに見てもらえることもあると思うんですけど多めに見てください私ぐらいの年になると容赦ない本当ですかそんなことも知らないんですか、怖い怖い、ちょっと やめてくださいだそういうのもあるんで、やっぱわきしめていかなきゃいけないなと思いますね。チャンネル登録者数が少ない時はいい加減にやったわけじゃないんですけど、やっぱり多くなってきて反応が、ね、ダイレクトに返ってくる、まあ、倍いらっしゃいますからね、10万人超えてらっしゃるので、そういった点ではやっぱ注目度が高くなってくるとより引き締めて、確かになんかこう間違ったこと言わないようにしようみたいな、すごいそこはなんかいつも気をつけますね。そうなんです。なんかこれどっちにも解釈されちゃうなって思うと、じゃあやめとこうになっちゃったりとかするんで、はい、っていうのはまあちょっと気を使うところではありますけど、でもやっぱりなんだかんだ言って動画で喋ってることによって圧倒的に親近感、もともと顔と名前っていうのは、はい、まあ、レスキューの専門家としてやり始めた頃から表に出してるんですよね、はい、でたまに声をかけられた現場とかで声かけられることあるんですけど、動画にしてから圧倒的に違いますよ。ああ、
わかります。なんかその YouTube を始めたメリット的なところで言うと、うん、私あの例えばじゃあ何か撮影のお仕事が1件ありました、うん、じゃあそれをフォトグラファー誰にしようって言って代理店の方が何人かフォトグラファーを提案します、うん、でその中の1人で当てていただいて提案行ったらなんかクライアントの上の方があ僕趣味で写真撮るんですけど、うん、モロンノンさんの YouTube 見てて、うん、モロンノンさんがいいですみたいなケースが結構ありがたいことにありまして、そういう時はやっぱやっててよかったなって思います。やっぱりねあの写真とね名前だけの人よりは、まあ、作品は見てるとはいえその人よりはやっぱりこうやって喋ってるだけで、うん、なんとなく人となりっていうのが分かるじゃないですか。それでだいぶ違いますよ。街中とかで声かけられるでしょ。私でも街中で本当に声かけられないんですよ。そうなんです。全然声かけられなくて思ったより小さいからかなどうなんですかね。なんか気を使われてるのか、なんか あと後からなんかストーリーとかでなんか北村写真来て僕もいましたえ声かけてよみたいな。逆に怖いよねどの人みたいな。そのペースはまれにあるかも。でも私全然声かけられないの。もう地味普段地味な格好してるから。変装してるんじゃないですか。もう現場はもうなんか YouTube は結構ねこういうおしゃれなワンピースとか着てますけどなんか衣装みたいな感じ。もう現場とかもう黒いもう T シャツに黒いボトムスみたいなもう超絶地味なので。自分なんか機材持ってるとすぐバレますね。あーなるほど。でかいっていう。確かに確かに。あのメガネとか髪型も結構もう矢沢さんっていう特徴的だからなんかそれはあるかも。まあ割とありますね。ありますね。そういうことありましたけどもね。まあそれは全然ね嬉しいというか、親しみ持っていただけてるのでありがたいんですけど。ありがたいです。でそんなモロンノンさんですけれども、まあ、2本目の動画ではね、はい、ちょっと機材の方を少し掘り下げて見せていただきたいっていう、まあ、機材に興味がないって言った後になんなんですけど、まあ私もソニーユーザーなんでね、その辺は、ね、共通項としていろいろ話を聞いていきたいと思いますので、ぜひぜひ2本目もお願いしたいのと、モロンノンさんのチャンネルに私も出ておりますので、その辺もね、はい、冒頭も言いましたけど、ぜひそちらも見ていただきたい。カメラバッグを矢沢さんのね、視聴者さんの方だったらすでにいろいろ知ってるだろうけれども、あの改めましてカメラバッグのお話を。聞かせていただきました。その辺もぜひご覧いただければと思います。はい、はい、まあ、そんな感じで今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンをチャンネル登録、またの方は、まあ、私も、モロンノンさんのチャンネルまだ登録してない方はそちらもぜひね登録していただければと思いますし、あとツイッター、インスタ、インスタも当然やってらっしゃいます。ツイッターもやってらっしゃいます。はい、私の本も含めて、ぜひチェックしていただきたいなと。サブチャンネルはやってないのかな。あ、やってないです。はい、私やっておりますけどちょっと今止まっておりますけどよかったらそちらも見ていただければ幸いでございます。はい、そんな感じで今回はモロンノンさんにいろいろ話を聞いていきました。2本目もぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。